勇敢な海の戦士に俺はなる。すんな、そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくりゃよかったんだ。うわ、野蛮人最低。マリモ、分かったよ、好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ、組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲、敵襲。綺麗なお姉様。あ、なんだ、お前じゃねえか。生きてたのか。あんた、いつからこの船に。モンキーディルフィ、あなた、私に何をしたか忘れてないわよね。おい、お前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。崩れゆく総裁殿の中で、私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずだった。私もそれを望んでいた。なのにあなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もない。だからこの船に置いて。なんだ、そうか、そらしょうがねえな。いいぞ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊、ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい！ぜはははは！人の夢は終わらねえ！笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は、一味を捕らえることなく去っていった。
その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって、なんでだ、おめえらすげえ船大工なんじゃねえのかよ。査定の結果は聞いただろう。船の全骨格の土台となる龍骨がひどく損傷している。そんな、じゃあ本当にもうゴーイングメリー号では二度と航海できないの？まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか、諦めて新しい船を買ってけ。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に航海できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。てめえそれでも一線の船長か。話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。ちょうだい、やめてよ。あのお金がなくなったら、いや、ウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。一方、その頃、水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。
近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この町の人たちも参加の準備をしてるみたいね。え？なんでそんなこと知ってるんだ？そんな話し声が聞こえたから。癖なの。子供の頃から人の顔色を見て聞き耳を立てて生きてきたから。はあ、すげえなあロビンは。お、あそこに本屋がある。寄っていいか？もちろん入りましょう。CP9 です。CP9。 あれ、ロビンどこ行ったんだ？おーい、ロビン。こりゃすげえ、見たこともねえほどの大金じゃねえか。兄貴に届けるぞ。それ逃げろ。くそ、逃げられた。絶対に取り返さねえと。みんなに合わせる顔がねえ。金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。やがります。直すはずだったんだ。絶対に取り返す。まだ全部じゃねえ。
ためにも必ず。長いバス。兄貴、金奪えそうだったのにひどい目に遭いました。許さん、俺がやってやる。海賊から何を奪おうと罪に問われねえのよ。覚えときな、俺に逆らっちゃ生きていけねえぜ。男ウソップ受けて立つ。ウソップ、息はあるか、チョッパ。死んじゃいない、大丈夫、助けられるよ。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家吹き飛ばしてくるからよ。誰だ、てめえらは。あれは麦わらのルフィ、あの貧弱長っ鼻野郎のいる一味の船長だ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。こっちから叩き潰してやる。うひゃっ。お、ちょっと待て、おめえら、金だろ、返してほしいのは。残念だがここにはもうねえ。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれだけ暴れようとも金は戻っては。喋ってくれるな、そういうこっちゃねえんだよ。そうだな、もう手遅れだ。お前ら骨も残らねえと思え。どうか、フランキー。どこへだよ。参ったな、金の行方は本当にわからねえようだ。フランキーってやつを締め上げても買い物された後じゃな。おい、ウソップの応急処置終わったぞ。とにかく船に戻るか、ルフィ。船よ。ん？決めたよ。
ゴーイングメリー号とはここで別れよう。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか？違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か？じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ウソップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小幕の野。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りに、この先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら、今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。ドンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。コース来てこいよ、返り討ちにしてやる。黙りまし、黙りまし、返りまし。俺には8000人の部下がいる。命が惜しければ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。黙りまし、早くもらった。
殺日の雨地獄ダダイモス。やめてよ、これ以上戦ったら誰でも死んじゃうやまねえぞ。衝撃！インパクト！どうだ、チクシュー！ゴムゴムのブレッド！メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し、宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言により、ロビンは
暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受け、一方フランキー一家を束ねる頭領フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てている。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りて、ロビンを捕まえるんだ。オーダー受けたまりました。市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。クンクン。ん？どうしたチョッパ。ロビンちゃん。ロビン。どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。ここでお別れよ、この町で。何言い出すんだよロビンちゃん。あ、そうか、新聞のことだろ。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちにはいわれのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。
奴らがアイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。ロビンちゃんを探さなきゃいけねえのか。僕もアイスバーグさんを麦わらの一味めちくしょう。ロビンを捕まえるんだ。じゃないと何もわからねえな。コアトレイル1号トロップ、トリレオールコートレットセル、アルケンテーブルケンドロー、トリレオールコートレットジュースシュート、トリレオールコートレットセル、コアトレイル1号ドロップ、トリレトリレオールコートレットジュースシュート、トリレトリエボールコートレット、トリエボールコートレット、トリエボールコートレットセル、コアトリール1号、トリエボール、トリエボールコートレット、ジュースシュート、トリエボール、トリエボールコートレット、ジュースシュート、トリエボールコートレットセル。ロビン本人が認めてんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いねえ。だがロビンはもう一度アイスバーグを狙うはず。そこを捕まえるぞ。トリエボール、トリエボールコートレットセル、トリエボール、情報が街中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。トリエボール、あんたちまな、トリエボールコートレット、トリエボールコートレット、あれトリエボール、トリエボール。造船ドックの方はまだ静かだ。そこで情報を集めてみよう。トリエボールコートレットセル、コアトリエルボール、トリエボール、トリエボール、トリエボールコートレットセル、あいつがウソップをやったやつか。トリエ、ロシェット、トリエボール、トリエボール、トリエボールコートレットセル、コアトリール1号、トリエボール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 、トリエトリエボールコートレットセル、アケンテーブルキック、トリエロシェット、トリエボール、トリエボールコートレット、人を集めろ。トリエボールコートレットスポット、トリエボールコートレットセル、これじゃ
情報を集めるところじゃねえ。ガレーラカンパニーに乗り込むしかねえか。ゼロクサども。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。悪魔の実なんざ食っちゃいねえ。俺はサイボーグだ。今週もスーパー俺が調子で騒ぎを起こすんだ。トリエボールコートレット10シュート。トリエボールセッション。トリエボールコートレット。トリエボールコートレット。カジ9キースをやる。トリエボールコートレットセル。アンディゲームにドア。トリエボール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 。コートレット。セッション。カジキューキースをやる。トリエボール。トリエボール。トリエボール。コートレット。セル。
せる。フォアトリーポリエポールコートレット、トリエポールコートレットセル、フォアトリール事号トコユーソンシャッハートリエポールコートレットセル、フォアトリール事号ゾアユーソンシャッハートリエジェットトリエポールなんでしまったカジキューキューソンジャルおーシャッハートリエジェットトリエポールコートレットトリエポールキューキューソンジャルトリエポールコートレットセルフォアトリエトリエポールトリエポールコートレットセルフォアトリエル事号トコユーソンジャルシュートトリエポールアンチマナートリエポールコートレットセルセッショントリエポールコートレットガレーラカンパニー前の守りが薄くなってきたトリエポールコートレットセルフォアトリエル事号ゾアユーソンジャルの外の人数が減っちまってる。増援を送れ。どうす。扉が開いたみてえだ。この隙に侵入するぞ。トリエポールコートレットセル。トリエポール。よし。首に切られてえなどいつだ。とりあえず一服だ。ニコロビン、もう一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に。今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一。
古代兵器を復活させれる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を、それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルドンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなた、私の何を知っているの。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構われてるか。構わない。古代兵器プルトンの設計図、そのありか。多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバー9、潜伏など造作もない人間。しかしこの件に費やす時間もリミットを迎えました。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を2人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて。設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。うりゃルビン、やっと見つけたぞ。邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前、船大工の。わけわかんねえが、ロビンを返せ。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手をしろ。ああ。さっさとかかってこい。トリレポールコートレット。ジムシュート。トリレポールコートレット。セーフ。デッドアトリエル起動。お前、邪魔するな。まだロビンとの話は終わってねえ。なんでこいつらこんなに体硬えんだ。それに早え。それが超人的大義独式の力だ。我々 CP9 は皆得得している。でっかいジーセクション不法くたばれ。エクストラ発進。気が済んだか。
我々 CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けた。世界政府の重要任務を任される我々と高々一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド、島の外まで飛べ。行くぞ、アイスバーグの弟弟子フランキーの、いやカティ・フラムの持つ設計図を奪いに。上等だ。